この子に関して、この可愛いキャラ同行、この子ね後ろついてこないんですよ。ついてこないけど、見てください、ここ豚小屋の中、ちょっと見えますかね、今ちょっと豚さんで隠れてるみたいな感じかな。ここにいるんですよ、ここだからここのブロックのところですね。私豚小屋の中とかじゃなくてマップのここ、まあ他のところにもいるかもしれませんけどね。だからね、このワールドマップのどこかにいます。だからこれでタップしてお宝探しできました。ちょっとやってみますか。こんな感じですよ、で選ぶみたいな。これも24時間に1回できるんですよね。なのでもしこれ買って、あれどこにいるの、バグ不具合、まあ、不具合だと思うんですけど、まあ、このような感じで、ちょっと豚さんで見えない。豚さんのお尻が。お宝探しはね、できますというのをね、ちょっとお見せしたいんですけど。あれ、ちょっと、あ、こんな感じです。ね、エルフが見つけたよ。24時間に1回ですね。ちょっと豚さんに囲まれてる、ね。でも、これ豚小屋の中に入れてたら危ないですよ。こっちのエルフゴールドのやつとか、なんか表示されたりとかするから。で、23時間と59分ですね。で、このエルフももしかしたらね、売ってるかもしれません。私、ちょっとコーヒー豆が欲しいなと思って買ったら、イチゴでした。まあでも、この子可愛いからね、すごく。持っててもいいかもしれない。お宝探しもちゃんとできるし、ね。可愛いですよね、すごく。ウルトラレアはこのような感じのフォルムなんですよね。レベルが70になりました。チャーシュー麺と抹茶タルトが作れるようになりました。それと、ランド NFT、炎と雷をね、買い直しました。それとなんか有効期限とかがね、なくなっておりますね。今回ね、2024年の7月の31日に撮ってます。結構ね、時間が経ったと思いますね。で、こちら今2つなんですが、1週間ぐらい前かな、炎ランドね、4つぐらい私持ってました。で、4つぐらいを、なんか3000円とか2800円で買ったんですよ。で、こちら新しく買ったのも、一応白レベルがね、4で解放されてるやつでしたね。なんか4つとか5個とか、また3000円とかで買って、この白レベルが4のやつだけちょっと残してるみたいな感じですね。2つだけ。で、残りのやつは、ちょっとこっちが解放されてなかったので、3790円で出したら、3940円だったかな。で、また売れました。3840円だったかもしれない。まあ、その、またね、高く売れたんですよ。ちょっと、その辺ちょっと曖昧なんですけどね。値段が100円ぐらい。だからね、かなり、なんか綺麗じゃないですか、このリンゴ。なんか久しぶりに実況を撮るからね、私。それと、今ね、リンゴが598円とかで売れるんだけど、1500個が600円ぐらいで売れます。すごいですよ。だから私が昔、ランドのおすすめ順位、やったじゃないですか。見た人はおると思うけど、やっぱね、炎が一番良かったですね。だから今私残してるのも炎と雷なんですよね。だから本当にね、あの時私炎を一番にしてて良かったなって思いますね。雷もあの後なんかココナッツじゃないわ、カカオめちゃめちゃ使う時がありましたから、ね、それではまたアップデートとか次のレベルになったらまた実況を撮りますね。こんにちは、チョメです。夏の大収穫祭5000万相当大還元、銅4倍、銀2倍、2024年8月1日から8月31日まで始まりました。期間長いですね、こちら。で、私今、2024年8月の1日の19時21分。ちょっと出遅れなんですけど、ランド、炎ランドかな?コロニーランドで植えてみようと思います。ホームよりなんかこっちの方がなんか出やすいみたいな感じで。で、やっと今リンゴが5分の1なんですよね。これでちょっと枯れるんで、ちょっとタイミングもいいので、ちょっと動画を撮ってみようと思いました。でも8月1日、多分今日みんなもう一斉に引いてるから、もう少なくなってるかもしれません。わかんないですけどね。途中で引いてもう枯れてないのかとか。まあでも4倍だからね。今エルフの価格が 2.6 円か 2.7 円ぐらいですかね。だから4倍?シニが8。おお、でも最初の頃ぐらいになってるって感じですかね。これ今、腹ペコでね、収穫してますね。いや、リンゴいいですよ、本当に。かなりね、稼げました。ありがとうございます。私、粉貯めてたんですよね、ずっと。なんか銅の確率3倍とか
結構消費した人かわいそうですよね。私もね、ずっと貯めてたんですよ。まあ、多分また4倍とか5倍とかどんどん上がっていくんだろうなって思って。これ畑置かないといけないですね。何個やろうかな。まあ、ちょっとまた絶対ね、来ると思うんですよね。今日全部一気にやらなくても。ちょっとやってみるか。じゃあ分かりやすいように10個ぐらいやってみるかな。じゃあ10個だけやろう。腹ペコでいいかな。今どんぐらいあるんだろう。星の、あ、コロニーの種は112しかなかった。そうだ、私果物ばっかり植えてるから、このコロニーの星の種がないんでした。光の時に人参植えてたんですよね。あ、ですぐあげないといけない、これ。166万溜まってますよ、星の粉。私、毎日これ、広告見てますからね、一応。ログインして。お、なんか下に出てる人いますね。こんな感じにやって。まあ、水やりしてもらった方がいいと思いますけどね。ちょっと私はちょっともうすぐ引きたいから引こうかな。これ40にしてからやった方がいい。ただ私、ステーキング 20% なんですよね。これなんかまた変わりましたね、下の表示みたいなのが。でもプラス 103% みたいな感じか。一応見ときます。こんな感じですよ。なんか最初のラックシステムっぽくなってるのかな。あ、ちょっと今日ね、元気ないんですよ、実は。ちょっとね、頭痛がすごいんですけど。もう3日ぐらい続いてるんですよ、私、頭痛が。夏バテかな、わかんないんですけどね。ちょっと心配でね。あ、これ無料か。これもう星の子だ、ちょっと、だから、もうやろう、一気に。でも、このキャンペーンがあるから、ちょっとこれだけ実況撮っときたいなと思って、ちょっと撮ってるみたいな感じですよね。頑張ってやるよ。結果がどうであれ。全部シルバーだったらどうしよう。悲しいな、それはそれで。熱が上がっちゃうかな。またちょっと貯めてやりますね。いっぱいあるから。よし、行きますね。よし。さあ、どんぐらいかな。出る？久しぶり。おお、出てる、出てる。いいね。二つかな。三つか。お、いいんじゃないです、結構。おお、いいじゃないですか、すごく。なんか、いいですよ、本当に。今だったら一個ぐらいだから。おお、だいたい、まあ、4倍？もう一個出てくれたらよかったですけどね。いやー、高評価ですわ。じゃあ、またちょっとリンゴ植えておきます。いや、ちょっとフォームもやりたいっていうのはやまやま。もう一個植えとくか。これ楽しいね、やっぱ。156出てる。ちょっとまたなんかお盆とか、8月下旬とかも、そういうのも引いてみてもいいかもしれない。あ、シルバーだったね。2024年8月の4日、見てください。雷ランドが2つほど増えました。ただし、こちら。なんかね、2500円ぐらいまで下がってたんですよね。私が買ったのは2600円と、2700円ですね。ただ、やっぱりね、ここ、空き地が開放されてないので、ちょっと売りに出してますね、こちら。また高く売りに出してる。なんか最近私、土地の転売棒みたいな感じになってますけど、違いますからね、安いから買って、高く出品しとって、まあ、使えるんですよ、これ、出品中も。で、あと、これですよね、この白レベルの問題。これね、買った時にね、運が良かったら、白レベル4とかになってるんですよね。だから4とか、こっちの雷ランドとか私、出品してないですからね。こっちもグアバにしてるんですけどね、今。さすがにそろそろ次はグアバの時代が来るかなって思って。まあ、植えてるみたいな感じですね。で、あと今、バザーね、もう出品しました。毎日毎日ね、消費期限切れがすごい。あ、ご購入ありがとうございます。今ね、こちらの方になってます。自由に買ってください。動画投稿するときに映るときあります。買い占め OK ですよ。期限切れの近いの出してます。注意。これ一番重要ですからね。ありがとうございます。で、これ後から先に出しとって、ね、こんな感じにできるんですよね。あ、今ここに右のところにいた人もなんかランド買ってましたね。あんまり、こういうプライベートなことはあんまり言わない方がいいかもしれないけど、なんか見かけるんですよ。私も買ってる時に、あ、この人も買ってるみたいな感じで。すいませんね。あんまりそういうプライベートなことは言わない方がいいな。なんかよく見かけるから名前覚えてたんですよね。まあ、ちょっとありがとうございますね。だからあまり今作ってないですね。で、袋を今やったんですけど、もうちょっと袋もあまりやってないんですよね、今。
で、ちょっと待ってよ。久しぶりすぎてね、操作方法をいろいろ忘れてしまった。荷物枠ってどうやって拡張するんでしたっけ？あ、私はちょっと荷物枠を拡張したい。ちょっとね、あまり本当最近ね、遊んでないんですよね。あ、これ水族館溜まってた。これだったかな？一応拡張も一応溜まっとるから、これもやっとこうかな。はい、拡張。ただ今、アンパンなんですよね。これ一人でもなんかランドがいっぱいあったらなんかできそうな感じはしましたけどね。チーム今どんな感じなんだろう。もうきついですよね、ランドがめちゃめちゃないと。はい。試しにやってみますか。今実況撮ってるから。12000何歩とかにもなりましたね。これ、480か。お水ありがとうございますね。あ、これもちゃんと装備しとかないといけなかった。ダメだ、他の装備してた。一応エルフこんだけ持ってますね、今。ね、じゃ、ちょっと試しにね、植えてみますか。星の種。あ、ホームあまりやりたくないな。ホームね、あまり出ないでしょ。正直。やってみるか。いい。まだキャンペーン中なんでね。いや、動画ね、どうやって撮っていこうかなと思って、エルフの森の。なんか新しい機能とかが、出てきたらちょっとやろうと思ってね。エルフの森でもね、今から始めようと思った人、いや楽しいと思いますよ、このゲーム最初の方は。ただなんかね、レベル60とか70とかになっちゃうと、ほら出ないでしょ。ホーム絶対ホームやらない方がいいんだよ。でコロニー私やったじゃないですか。コロニーの方が出ます。なんかね、今このホームラウンドね、不正みたいな人がいるみたいなんですよね。だからそれでなんか全部刈り取られててなんかね、出ないんですよね。だからちょっと、やるんだったら、ランド買ってから、1個だけでもいい、ランド。1個買っとけばいい、この。安い時に。2000円から3000円ぐらいの時、Rランド。こっちで、種を回収。私、畑ないんだ、それは。あと、今、果物やってるけど、畑でなんか、星の種、コロニーのやつを取ってから、植えるみたいな感じです。前みたいな感じですよね。今、ほんと、8月の4日だからキャンペーン中なんだから、今1個ぐらいは出てもよかったんですけどね、どうの作物。だからもうホームではね、引かなくなっちゃってますね、ほとんど。で、これ、料理とかもどんどん売ってるんですけどね、今。普通に。どうしようかな。これ結構いいですよ、1回でなるから。だから私今これと、これぐらいしか作って、あとはもうちょっとお休みとかしてますね。これ作ったか？この辺も作っとこうかな。まあそんな感じですね。だからいろいろな動画と混ぜてると思う。だから1ヶ月前の動画とか投稿してるかもしれない。ね、この動画もいつ投稿するかわかりませんけどね。でもね、面白いゲームですよ。すごく。チーム同盟戦とかやってる人も毎日、あれじゃないですか。白熱した戦いみたいな感じ。でもまだまだなんかいろいろなんか今後追加されそうでね、1年後とかどうなってるのか本当に楽しみなんですよ、私。2024年8月の15日アップデートですね。2024年8月の15日アップデートがありました。星の粉の数がね、2個までになってました。これどういうことですか皆さん変わってました。で、X を見たんですけど、なんかね、ルーレットみたいなのが追加されたみたいなんですよね。一回回す。この赤メダルみたいなのは何なんですこれ。これお金で買うみたいな感じか。他に入手方法はないのかな。ルーレットコインっていうのがありますね。なんか他になんか出てたりとかしないのかな。ちょっといろいろ見てみますか。この中には入ってないと。シーズンのやつはまあ受け取ってますよね、いろいろ。で、星の作物ルーレットとコインルーレットっていうのがありますね。コインルーレットはコインで回す。星の作物は星の作物で回すみたいな感じか。これ300円で1回回すみたいな感じになってますね。私4しかない。あ、そっか、だいぶ送ってるからってことか。私結構あるんですよ、PLT プレイスには。30個ぐらいですかね。送ってないのが多分4つあるみたいな。箱詰めしてからやってないやつか。
からこの箱詰めのやつですね。結構いろいろあるんですけどね。倉庫かな。箱詰めで、多分星の作物、あ、4つ送ってないから4つありますよってことか、今。なるほど。これ、試しにやってみます。300円で1回ですよ。で、6個とかありますね。300円で2倍増える確率もある。これ、提供割合は。このような感じですね。ゲラとかも手に入る可能性があるのか、1回で。これ300円でかけらとかきつくないです。どうなんだろう、やってない。あ、でも300円でこのスキンが手に入るのはどうなんだろうね。で、これはマスターレンタルチケットか。これ嬉しい。25% の確率2倍になるの。すごいな、これ。え、これいいかもしれない。4分の1で 25%。これ結構いいね。この辺はまあ出たらラッキーみたいな。これはほとんど出ないだろうね。なるほど。うまくできてるな、これ。これだったらなんか、あ、でもそっか、2倍。これ 50% だったら、やればやるだけ、お金増えますよね。これ 25% っていうのが、絶妙な、あれだよね。感じになってるね。ちょっと回してみるか、実況的にも。スターレレット。ルーレット。コインまたは星の作物を消費することで回すことができるルーレットです。商品として様々なアイテムを獲得できますって書いてありますけどね。いずれも1日に最大10回まで回すこと。1日に10回回せるのか。今後星の作物出やすくなるってことなのかな。皆さんすいません、肥料ありがとうございます。畑全然やってなかったですね。この辺も全然置いてましたね。いろいろメンテナンスとかあったみたいですね。ちょっと一日一回は、あ、そうか、今日メンテナンスがあったのか。この辺とかもやってみます。あ、なんかいろいろ書いてあったけど読んでなかったな、今。これでもホームってあまり出ないでしょ、今。ちょっとこう星の粉を撒いて、こうやってやるんで、180溜まった。結構溜まってるね。あ、ダメだよね。やっぱコロニーでやらないとダメか。ちょっとコロニー行ってみるか。久しぶりになんかね、動画を撮りたいと思いましたね。なんか新しい機能が追加されたからね。どん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 いろいろ追加してほしいですよね。リンゴまだ2分のなんぼか。この辺も、たくさん腐っちゃってね、食べ物が。もうほとんどないんですよね。この辺にしとくか。よし。何個取れるんだろう。まだ 20% ですね、510だから。あ、ちょっと枯らさないといけないからな。90か。これいい方法ないかな。ちょっと時間かかっちゃうんだよね。で、雷ランドは今グアバ植えてる感じですね。これ確か昨日の18時ぐらいに確かグアバは収穫したから、あと5時間後ぐらいかなって感じですかね。1日1回は一応ログインしてるんですよね。今2024年8月の15日の18時3分に撮影をしております。今日初めてログインしました。畑植えてないのはちょっとね、お水のね、なんて言うんだろう、お返しがね、できないっていうか、できなくなることが多いと思うからね。こっちは？グアバ楽ですよ。あ、ちょっと私ランキング下がってます。これ、ストーンかな？これ全然やってなかったから。ここのやつが ストーンになってるけどね。一応、今、ログインはコナ3広告だけ見てます。コナ2になってた。悲しい。2時間22分か。うん。ここに植えたかったけどね。めっちゃ粉の、あれ上げてきたな、本当に。じゃあまあ、ちょっと一応、こっちはどうなってんの？こっちのスキンガチャのやつ。変わってないのかな？あ、これ相変わらず変わってないのか。でも冷静に考えてよ。これ。300円だからね、これ。こっち。こっちどうなんだろう、コインのやつ。160円で、160みたいな感じか。ちょっとルーレットの方は160で262。ああ、だいたい同じぐらいみたいな感じか。300円。おまけ付きって。星の粉もらった。まあ、でもやりますか、実況だから。もったいないような気がするけど。邪魔はしましょう。スキップはしないよ、さすがに。当たってよ。おーい、頼むって、もっといけって、おい、おー、ちょっと止まれ、あー、うん、何これ、インチキルーレットじゃん。かけらさんよ、300円よ、これ。
これが300円です、皆さん。ちょっと運が悪いんじゃないですか。まあでもね、25% の確率で2倍になるからね、300円みたいなギャンブル要素あるかもしれない。しかもこれ金もたまぎ出るってことか。提供割合的に見たらね。いや、一番いらんよ、かけらなんて。かけらの確率何パーセント？ひどいなぁ。かけら300円か。3つだしな。せめてなんか出てくれたらよかったんだけどね。2% で10か。0.2% か。いや、あんまり美味しくないような気がするなこれは、300円だからね、このかけらの方の枚数をもっと増やしてほしいっていうのはありますからね。いやー、これどうなんだろうね。まあ、でもこの、コインルーレットっていうのは、なんか他にも手に入る感じになってんのかな。どうなんだろう。ちょっといろいろ見てみるか。300円だったらいろいろできますよ。本当に。結構。お腹いっぱい豚こま切れ食べれますし、300グラムぐらいも食べれます。いや、本当によ。300円だったらかなりね、食べれるよ、いろいろ。まあ、箱なかったっけ、この辺。まあ、しょうがない。実況を撮るために300円使ったみたいな。エルフとか買う方がいいじゃん。なんか、マスターとか。10個で3000円とかか。どこにある箱？久しぶりすぎてわかんない。箱の場所がわかんない。広告の箱。え、どこにあんの？今出てないのか。右上。私、ログインしてなかったからか、ずっと。なんか右上になんかお宝マークが出てたら、ちょっと遊び方忘れちゃったな。もうやだ、これ。ちょっとタブしちゃった。わあ、そんな感じですね。やってみたみたいな感じにしましょうか、今日は。いや、まあ、久しぶりに動画撮れたからいいかな。まあ、私は多分、ルーレットやらないと思うから、これも送っとこう。なんか溜まったら引きそうで怖い。あ、結構グアバも溜まってきたな。1500も送っとくか。ね、この、ランドがあるからね。お、あ、ちょっと待って、ランド2つ売れたんだけど、2024年8月の16日になりました。スタールーレット登場っていう、なんかこれも読んでおきますか。まあ、このような感じですね。それとちょっと昨日はちょっと取り乱してすいませんでした。これ PLT プレイスで確認したら、おとといかぐらいになんか売れてたみたいですね。ご購入ありがとうございます。で、あと昨日ちょっとルーレット、わーとかなんかいろいろ言ってましたけど、これなんか銅の作物とか、なんかいろいろなんか使える場所を増やしてくれるっていうのは、本当ありがたいですよね。なんか、どんどんいろんな機能を追加してくれるっていうのはね、ありがたいと思いますよ。それと、バザー、ご購入ありがとうございます。ちょっとね、一文、期限切れ近い出してます。注意っていうのを入れておきました。ハルトさんはあれか。ご購入本当にありがとうございます。これね、いろんなやつを出しておりました、私。この倉庫ですね。もうほとんどないんですけどね、食べ物が。このような感じになってますね。ちょっとね、ログインしてない間に、めちゃめちゃね、なんか、物がね、全部腐っちゃったからね、出してる感じですね。まあ、1日1回、なんかこの、粉の広告だけはね、ちょっと見るようにしております。ちょっと今日はもう、事前にね、ちょっと見ております。で、このランドかな。これ、昨日確か5分の2になってたから、今収穫したら多分全部枯れると思うんですよ。これ最後はもうスタミナなしの状態でやろう。ちょっとコロニーの星の種もちょっと作らないといけないからどうしようかなと思ってて。雷ランドになんか作物植えますか。この炎ランドね、弱点があって作物が弱すぎるんですよね。リンゴはちょっと美味しいみたいな。でもリンゴ植えてる場合は本当に12時間に1回ログインした方がいいですよ。私は本当に今1日1回ログインになってるから、ちょっと炎ランドがもったいないなみたいな感じになってますけどね。一回じゃあちょっと全部切り落としましょうか。これもすごくアップデートでだいぶ前なんですけどね、良くなったんですよ。一気にこんな感じに切れるようになってますからね。じゃあちょっと畑でやって。
これはじゃがいもとあれか胡椒だったかな。最後はちょっと10ぐらいやってみるか、わかりやすいよ。なんか畑の植え方下手だな私。いい感じに植えたいんだけど。あ、でも久しぶりにねエルフの森やるとすごく楽しいですよ。これコロニーはね、コロニーの星の種になってるんですよね。だからこっちでやらない。あ、ラッキーレベルが上がる。これでこれどうなんだろうね、撒いてる時にもう決まってるのか、それか収穫する時に決まってるのか、これがちょっとわかんない。収穫する時に決まってるんだったらたくさん植えてから一気にやる方がいいですよね、レベル上げてから。で、ここがレベル4なのか、で、これはレベル3なのかみたいな感じで、ちょっとあれだけど。じゃあちょっとやってみるか。無料だね。これ、ちょっと間違えて右の方やったら大変だな。あと水やりしてもらった方がいいと思いますけどね。ちょっとこれでやってみよう。ちなみにステーキングは 20% か。これ、ちょっと買ってもいいのかな、これ、まとめてやるときは。まだあれですからね、銅の作物4倍キャンペーンだったかな。これずっと、どれが基準で4倍になってんだろう。今エルフトークンの価格が下がってるんですよ。これがなんか更新されるのか、この4倍が始まった時の確率なのかっていうのがちょっと今のところわかんないんですよね。あ、ちょっと出てこないんだけど、まあちょっと引いてみますか。まあ詳しくはいろいろここで見てみてください。いやー緊張するな。大丈夫。今は2024年8月の16日の7時28分です。この後ちょっと動画を投稿しようと思ってるんですけどね。おお、マジでシルバーしか出ねえ。あ、出た出た出た。あ、でも2個はいいんじゃないこれ。まあ、いい方だと思いますけどね。4倍で。私のラッキーレベルで言うと、これで200円ですよ。これはまあまあ、うまいな、これ。これ、うまいね。ちょっと2個じゃ回せないよ。じゃあもうちょっと、当たってください。梅さん、うまいね、今の。あれじゃなかったんだ。高評価お願いしますの星のやつじゃなくなってるね。またなんか、ね、今後の実況で撮りたいから、ちょっとこの後食べとこう。噂ではですけど、この星の、なんか、シルバーあるじゃないですか。この銅の作物、この間に何かが追加されるかもっていう噂がありますね。それが多分だけど、これじゃない、このメダルが当たるんじゃない、多分だけどね。このメダルがね、多分銅の作物とエルフシルバーの間になんか出てくると思います、この収穫した時に。あ、これ多分ですからね。だからあまり当てにしないでください。スペースっていうのがあるんですよ。エルフの森のスペースっていうの。私、あれね、1.5 倍速で後から聞いたりとかしてますよ。ああ、これね、まあ、リアルタイムで聞くのもいいけど、後から 1.5 倍速で聞くの、めちゃめちゃね、なんかいいですよ。まあ、そんな感じでね、久しぶりに遊んでみました。いや、でもね、あ、ちょっと危ね。楽しいですよ。久しぶりにやるとね。毎日やっても楽しいかもしれないけど。チーム同盟戦やってる人は毎日もしかしたら楽しいかもしれない。あ、私これもやっとかないといけないな。これお宝探しもいいんですけどね。ちょっと毎回忘れる。これね。はい。お宝探し。では、ご視聴ありがとうございました。実況者は8名でした。また何かね、なんかレベルが上がった時に、なんか撮影はしておきます。あとなんか、ずっとレベル70だ。どんだけ、1ヶ月ぐらいレベル70じゃない？どんぐらいだろうね。ね。でも皆さんも、ね、でもね、あれ、新規の人、楽しいと思いますよ、本当。最初にも言いましたけど。レベル60ぐらいまではね、なんかやることがめちゃめちゃあってね、めちゃめちゃ楽しいと思う、本当に。だから、レベルが上がりすぎちゃうと、ちょっとやってることが同じような感じになっちゃうからね。でも今後ね、アップデート続いてくると思います。さらにね、楽しいエルフの森になると思いますよ。だから私ね、本当1年後とかね、めちゃめちゃ楽しみにしてますからね。なんかこういうのも追加されるだけでもありがたいじゃないですか。これやばいな。ちょっと、銅作物送っとこうかな。私ね、なんか、あると使ってしまいそうな気がするんですよね。まあ、メダルとかが当たるようになったら、ちょっと、それでやっとこうかな。ね、引くと思いますけど、ね、怖い怖い。これ200円だから。一応。まあ、交換時期とか、あれだけどね。でも、あれですよ。この、ルレット限定の、なんていうの、スキンとかあるじゃないですか。こういうの。これはあれか。こういうのか。ね、衣装。これ目当てで引く人はすごくいいかもしれませんよね。私、これ引いたらまた、これが当たるんだろうな。
ね、なんか前もそうだけど、あ、でも結構いい衣装あるじゃないですか。ね、カラフルなやつでね。まあ、上ばっかり、上ぶれたら増えるけど、下ぶれたら、まあでも基本的には、あれだね、多分、ね、減るような感じになってるのかな。でも衣装はありがたいよね。これね。あ、やばい。そうだ、送っちゃったからか。ではご視聴ありがとうございました。実況者はチョメです。箱詰めしたらこんな感じになりますんでね。箱詰めのタイミングもね、重要です。では、失礼します。また。